横須賀増収補給所感染部選対課海間石エルです。私は艦艇が任務を遂行するために必要な装備品の維持整備を行っています。中でも冷房装置や汚物処理装置など居住に関わる工事内容の立案監督業務を行っています。私は自分の整備した艦艇がですね、災害活動や国際貢献活動などで活躍しているのをニュースで見て、自分が国防の一翼を担っているんだと実感することがやりがいです。私は、やっぱ青森出身で、小学生の頃にですね、東日本大震災がありまして、その時に、ニュースで自衛隊のことを知ったんですけど、かっこいいなと思ってですね、それをちょっと支える立場になりたいなと思って、やっぱり船の維持整備ができるっていうところですね、この防衛機関という職種を見つけて、ここだろうっていうことで志望しました。今艦艇の増収業務を行っていますが、将来は船の建造に関わる仕事をしたいと思っております。船体の他にも機関だったり電気だったりもあると思うので、入ってからでもこれやりたいなって思ったらですね、希望できますので、一度話は聞いてみてはもういいのかなっては思います。